鳥取県立鳥取東高等学校は、鳥取県鳥取市立川町5丁目にある県立高等学校。前身は、旧制鳥取第二中学校。県内唯一の理数科を有し、かつて文部科学省のスーパーサイエンスハイスクール、指定校だった経歴がある。1922年に創立功労者の徳田平氏が、4843坪もの。 校地を寄付し、翌年の4月5日に開校した。林茂弘初代校長により、生徒信条が定められ、聖徳碑と共に、生徒勲章の名分が、校内の憩いの森に石碑が建てられている。鳥取東高等学校の応援歌として、愛称されている、清水秀明作氏の若草萌えては、同志社大学の応援歌と同じである。これは昔、応援部が、 同志社大学で合宿を行った時にいただいたもので、あるとされている。交渉は、三つのペンに、高の文字をあしらったもので、スクールカラーは、仕込んである。出日合見、神話、勤勉の寄付で、鳥取西高等学校との関係も深い。毎年、東高祭りが、鳥取東高等学校の校地と、県民文化会館の理科ホールを会場に行われる。 主な合格校は、地元鳥取大学をはじめ、中国地方の島根大学、岡山大学など。校内施設としては、図書室、自習室、コモンホール、研修館、フレア医館、第1、第2、第3グラウンド、閣議場、弓道場、トレーニングジムがある。また、1996年に第2体育館、2000年に第1体育館を呼び、 部室棟、2003年にプール、篠の目館が新築された。さらに、2006年に食堂が移転、新築された。普通教室は、全室冷暖房完備となっている。校門までは、銀南並木のある専用通学路、私学の道が整備され、高知周辺の天神側は、桜の名所として知られている。同窓会の、篠の目会は、現在、東京篠の目会。 京阪神詩の飲め会、東海渋士の飲め会があり、同窓生の交流も盛んである。旧姓鳥取第二中学校の卒業生は、白陽南海生鳥取東高等学校の卒業生は、山脈南海生と記している。鳥東と略されるほか、白陽、篠の目という言葉も、象徴的に用いられる。2005年6月23日の、 第83回創立記念日を機に、同窓会法、篠の目が創刊された。ありがとうございます。